新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込む神奈川県三崎港の鮮魚店を支援するため、大手スーパーのイオンは朝市に出される鮮度の高い魚を販売します。神奈川県は三浦半島から取れたてスルメイカ。店頭に並ぶのは三崎港で取れたサバやキンメダイなど新鮮な魚およそ10種類で、相場よりも3割ほど安い値段で販売されます。三崎港ではホテルや料亭などへの出荷や名物の朝市の来場者が大きく減っているということです。緊急事態宣言2回目出てからお客さんの方が7割ぐらいは減ってるんじゃないかなと。イオンは鮮度の高い魚の仕入れを強化することで地域経済の活性化を支援し、巣ごもり需要を獲得したい考えです。